はい、こんにちは、ゆうです。今日もファイトリーグをやっていきたいと思います。はい、でリューズエディションを購入しました。なのでリューズデッキを使っていきたいと思います。はい、でリューズをメンバー枠で使っていきます。でこの子が味方ターンに登場時に味方メンバー1体のアーツを8つに増やす。で8ターン目から手札とデッキメンバーが対象になると、かなり強いで、300火力があってラジボー以来の火力300で、アーツが4本で長射なのでかなり優秀ですね。普通にスキルなくしても優秀で、かつスキルが優秀。さらに、エディションキャラファイターアイロナ、この子がめっちゃ強いですね。守備が優秀で、終了時ターン、味方ターン終了時に敵メンバー1体にアーツ分のダメージ、なので400ですね。でリューズで増やすと8つになるからかなり強い。で6ターン目からは全ての敵メンバーが対象になると。なので、守らずして守れちゃうような強さもある。あとはこの子、ケトラーですね。味方メンバー1体の火力を100アップ登場時。7ターン目からは手札とデッキメンバー全員がアップするので、GGG って火力100、200のメンバーが、ファイターが多いんですけど、そこを補ってくれる強さがあると。で、この子、新キャラのレイン。味方メンバーが登場した時、そのメンバーの火力を100アップで、かつ HP が800あるので、この HP ありきのこのスキルと言っても過言ではない。GGG 初めての 800HP。なので自陣に配置しておけば残る可能性すごく高くて、その後かなり強く返せるっていうところと、あと 1,3 番に置いたとしてもヘイトを稼げるっていう部分で優秀なんじゃないかなと思っています。あとはレンチ、ミキ、バーナード、ギュインギュイン、ラムちゃんと、はい、入れてるんですけど、ギュインギュイン入れてることによってアイロンだけでなく守りがかなり優秀っていうところ、あとラムちゃんはハシビロ対策とかも込めて入れてます。やっぱアスクリが多いから走りを倒しきれないことが出てきちゃうと厄介なので、ラムちゃん入れてリュースと合わせるとか結構優秀だし、でミキ、レンチ、バーナードと火力を押していって、かつヘイト稼げるメンバーを揃えています。ただアスクリ相手だとワンダードッグがかなり天敵な感じがするので、そこをどう攻略していくかってところは難しいところなんですが、配置をうまくやりつつ戦っていけたらなと思っています。はい、ということで早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、ということで第1戦目の相手は18番街やっていきましょう。こちらの先行ですね。これはミキ出していこうかな。レインもありだけど、ミキかな。ここは火力でいきましょう。これで400ダメージ分が確定と、かつヘイトも稼げるんじゃないかなという感じ。お、レンチ来ましたね。かつアイロナも来たので守備がまあまあ強いぞ。まず相手は婦人。これは何でしょうかね。ガタロか、確実に夏や矢地スタチェン後は入っていると。確実ではないけど可能性は高いですね。矢地来るんじゃないかな。そうすると残る敵が、なるほど、夏矢で攻めてきましたね。ただこれは夏矢のダメージだけなので、いいでしょう。レンチ出したいからレンチアイロナでいきましょうか。ここはこれで全処理ですね。でレンチでかつヘイトも稼げると、本当はレンチ出すときは5番埋めておきたいんですが、取られているので仕方ない。K でアイロン出していきましょう。これで全処理と、アイロンじゃなくても全処理なんですが、ここはアイロンでいきます。これの場合だと陽子とかで守られて、釣りターン陽子とかいった場合は陽子で守られて簡単に全処理されてしまいますが、ヘイト稼げるのでいいでしょう。お、リューズ来ましたね。ミキからのリューズとか結構優秀なんじゃない。両子来ましたね、やっぱり。これは真ん中おそらく取ってくるでしょう。カツオで取ってきましたね。これ12番以外つながらないから OK。 200ダメージゼロが、ここをどう処理するかだな。カツオを倒すためには
ケトラーで守るか、ミキで守るでもいいのか、そうすると横残るんですよね。ケトラーで守れば全勝でいけるか。OK、じゃあケトラーで守りましょう。18番が相手なので、でかつ、夫人が入ってるから、残したくないですね、一体も。OK、ここで竜像1番でヘイト稼ぎに行きます。そうするとケトラーがリーダーとリンクするので、うん、カツオも倒せると。で100回復2600。ただ相手はファイティングバースを打てる状態になっている。お、ここでアイルナは強いぞ。次7ターン目になるからアイルナのスキルが、アイルナ6ターン目からか。まあ、どちらにしろアイロナが次敵メンバー全員に400ダメージを与えてくれる。そしてカエルが3番と下振れる。これアイロナ1番でカエルは処理できますね。相手がどう配置してくるか。5番とかだとアイロナで倒せそうだけど、お、なるほど、そこまでもアイロナで倒せる。メロディーもアイロナ1番で倒せると。でもう1体もこれはおそらく4番か5番なので、アイロナ1体で全処理できてしまうが、その後リンクがつながらないので、うん、ルーシーですね。あ、ただこれはケトラが残ったか。まあアイロナで全処理しつつ、まあレインとかを自陣で配置していくのもありかな。とりあえずこのアイロナが強い。全員400ダメージですからね。まあただケトラ残ってるからそれなくしてもか。ああ、じゃあレインで攻めるのもありなのかな。いやー、どうしよう、難しいな。いや、まあ攻めダメージ与えておきますか。100ダメージだけど、まあ、このターン、このレインを1番、あ、10番とかに配置するのが全然ありだったんですけど、まあ相手もカエル出せないからここは攻めていきましょう。はい、ということで第1戦目勝つことができました。まあ、強いですね、やっぱりこの守備が強いっていうところ、そしてアーツが8つになるから相手としてはかなり嫌なんじゃないかな。はい、ということで第2戦目アスクリ行きましたね。やっていきましょう。高校でよかった。先行アスクリに対してとは本当に嫌だ。犬出されて出したキャラクター使えなくなっちゃうからな。おお、なるほど、タイガか。これ難しいな。ラム、いや、出さなくていいかな。ここは2機で火力で攻めましょう。それでレンチを3番に配置していってヘイトを稼ぎたいところ。犬がワンダードッグが相手2手番目に引いたとしても、1手番でミキを倒さないとレンチには確実に入るっていう条件を満たされないから、まあその犬がけしてくるか処理に回ってくるか、それかまあガン虫かいずれかですね。犬1手番目にいた場合レンチに入ったらスルーしてきそうだけど、お、ここはリンクスで守りか。これ犬真ん中に置いてくるんじゃないかな。でレンチに入ることにかけてくるか。おっと、あ、8秒で攻めか。レンチ残りましたね。リューズ使いたいところだけど、そうするとハシビロが倒せないので、ここはレインを真ん中に置いていきましょう。でどうしようかな。ケトラーで攻めるかバーナードで攻めるかなんですが、バーナードだと400ダメージ、ケトラーだと500ダメージか。あ、バーナードだと600ダメージか。バーナードの方が強いと。うん、なるほど。まあでもレンチ処理にくくしたいのでこうします。こうすることでレンチ処理はもうだいぶ大変な状態になったと。でか、さらにレインでも火力アップと。これでケトラー火力500。
1000ダメージで相手ポイズン状態でさらに100食らうとポイズン切れるが残り800、レンチ残ったら勝ち確ですね。犬でレンチを潰すっていう手段以外はなかなかないんじゃないかと。これはレインがこれを耐えると600でもレインが耐えてくれるから、犬がいたとしても2分の1の確率。さあどうなるかな。6番にケトラを置いたことによってレンチ処理が難しくなった。うまくケトラ使いましたね。バーナードじゃなくてケトラで正解だったかな。相手はなるほどリフティで攻めてくるが、レンチが残っているのでファイティングバーストも使えますが、使わずして勝てるかな。レンチも火力上がってないか。これはケトラーでレンチの火力を上げていく。で200と400か。この時点でもう600確定。いや強いですね、やっぱり GGG 楽しい強くて楽しい。流行る理由が分かりますね、リューズのエディションのファイターが。はい、ということで第2戦もアスクリ流行ってるアスクリ勝ったのはでかかったんじゃないかな。ということで2連勝ナイス。はい、ということで今日はリューズ GGG を使ってみました。まあ、やっぱ使ってみて分かったことは強いひたすら強い。アイロナの守備がめっちゃ優秀っていうところと、リューズも強いですね。ただアスクリに対して先行の時だと割と犬とかでそのメンバーを放置されてそのまま残っちゃうとかって厄介なので戦い方は難しくなるんですが、その場合リューズじゃなくてハーモニーでもいいかなって気はしています。だからとりあえず今回はリューズで手に入れたのでリューズを使ってみて、まあ、それでも十分っていうか普通にめっちゃ強いんですけど、ハーモニーに変えても面白いんじゃないかなっていう印象は受けましたね。であとラムちゃんとかケトラーとかミキとか、まあいろいろまだまだ考えていきたいところはあるんですが、まあ、それでもGGG 使い慣れていない僕でもこれだけ強く戦えて、強いのでリューズ今更ですがすごいおすすめです。はい、守備も強いし火力も出るしヘイトも稼げるし、まあなんか文句のしどころがないというか、まあ、ただリューズ GGG が流行っているから、まあ、リューズじゃないけどケトラーとかアイルナが流行っているからリューズも流行ってるし、なのでまあミラーになった時にどう戦うかっていうところはまたあるんですが、それでも十分強い、流行ってアスクリでも勝てるし楽しいデッキで面白いんじゃないかなと思います。はい、ということでこれからもっといろいろ使っていってもっといい編成とか面白いのを紹介できたらなと思うんですが、とりあえずこのデッキも十分強くて楽しいと思うのでよかったら使ってみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。よかったら次回を見てください。バイバーイ。